フィンランドの歴史、フィンランドの歴史では、フィンランドの歴史について記述する。現在の北欧の全域は1万3000年前までの間は氷床が広がっていたが、ビルム表記が終わって気温が上昇すると、氷が溶けて海面が上昇するとともに、氷河の重さに抑えられていた陸が隆起した。約9000年前、後にバルト海になるアンキュルス湖の東側へ、 南方や東方から人々が移動するようになり、狩猟や漁業を行った。紀元前3300年頃にボルガ川周辺の文化が持ち込まれ、串目分土器を使い始めた。ウラル語族のフィン人の祖先はフィンランド湾の南に広がり、サーミ人の祖先は北へ分かれた。この頃から北ゲルマン語群の文化と交流が始まり、言語や文化に影響を受けた。 紀元前1500年頃に、青銅器時代が始まるまでに、南部や西部では農業が始まったが、東部や北部では狩猟と漁業が中心のままだった。青銅器が伝わった頃のフィンランドの遺跡は少なく、サーミ人はアスベスト瓦家を用いた。5世紀から6世紀のフィンランドを前期、民族移動時代と呼び、8世紀末までを後期民族移動時代として区分する。 後期民族移動時代には、鈴製装飾品で有名な、サーミの金属、マイオサム以降がある。8世紀から11世紀にかけて、スウェーデン、ノルウェー、デンマークに国が作られたが、フィン人もサーミ人も国を作ることはなかった。フィン人は大まかに、スオミ、ハメエンリンナ、カレリアの3つのグループがあったが、政治的には十分にまとまっていなかった。この頃の、 主な産業は、夏の農業、大麦、ライ麦と、冬の狩猟、天、リス、ミンクであった。後者の動物の毛皮は公益品として徴用された。キリスト教が広まる前のフィンランドでは、北欧神話とは異なる多神教の信仰が存在した。西隣のスウェーデンは12世紀初めに、キリスト教をし、スウェーデン王のは1155年、または1157年に、 国宝従軍を編成して、トゥルコを中心とするフィンランド南西部を支配したと、される。しかし当時の資料はなく、短期間の武力行使とキリスト教の布教が行われた、ものの征服には至らなかったと推測されている。布教を行った司教は農民に殺害され、エリク九世と共に称えられた、CF スカンディナビアのキリスト教家フィンランド。北欧で最初に、 キリスト教を消したデンマークは1191年から1202年の間、フィンランドやエストニアを攻撃した。1219年、デンマークはエストニアの拠点を攻略してタリンに城を築いた。フィンランドのトゥルクを中心とする地域はスウェーデンの勢力に入り、13世紀初めにカトリックの司教座が設置された。ハメンリンナを中心とする地域は、 西のトゥルクからのカトリックと東のノブゴロド公国からの東方正教会の両方から不況を受けた。スウェーデンとノブゴロドの間では十二世紀から争いが続き、スウェーデン・ノブゴロド戦争、ロシア側の記録によれば1240年にネバ川で、ノブゴロドのアレクサンドルがネバ科藩の戦いでスウェーデンに勝利した。スウェーデンは約九年後に反撃し、十三世紀中頃までには、 ハメンリンナはスウェーデンの支配下に置かれた。十三世紀末にスウェーデンはカレリアの西部を獲得しビープルニを建てた。1323年によってカレリア地境を分割する形でノブゴロドとの境界線が定められた。領土の確定で一定の安定を見た後フィンランド人の地主、僧侶、官僚たちの自治集会が成立し、1362年に スウェーデン国王を選出する八つの地区の一つと認められた。彼らはスウェーデン人に同化されたが、フィンランド人の文化は農民の間に残された。この時代にスウェーデンから移住したスウェーデン人たちはスウェーデン系フィンランド人と呼ばれ、19世紀初頭まで続くスウェーデン・フィンランドを形成した。1397年にカルマル同盟が成立すると、 デンマークが統治に関与して、スウェーデンからの圧力は減ったが、エリク十三世による重税に、スウェーデンもフィンランドも苦しんだ。スウェーデン王となったカール・クヌートソンは、連合王の地位をめぐって、クリスチャン一世と争い、カールの後を継いだ老いのは、スウェーデンの摂政を務めた。大ステン・ストゥーレは1471年に、クリスチャン一世と戦って勝利し、1483年までには、 フィンランラドを支配した。1507年にデンマークはオーランド諸島を攻略し、1509年にかけてポルボーやトゥルクを攻撃した。フィンランドの貴族や農民はストゥーレイ一族に味方したが、1520年にが戦死してスウェーデンは降伏した。勝利したクリスチャン二世がストックホルムの治翼と呼ばれる粛清を行うと、これに対抗してグスタフバーサが ダーラナで挙兵したグスタフバーサは1523年にスウェーデン王として選出されリューベックの協力でデンマークを退けスウェーデンを独立させた1523年のスウェーデンの独立によりデンマーク人の勢力は後退したグスタフバーサグスタフ一世は軍隊整備の制度改革を行い国家財政のために増税とカトリック教会の 財産の没収を行った。スウェーデンとフィンランドはルター派になり、教皇ではなく国王が主教を任命するようになった。フィンランド語による新約聖書などがアグリコラによって出版された。タタールの首輝きを出したモスクワ大公国との国境争いは15世紀から継続していたが、16世紀初めには期限付きの停戦協定が結ばれた。グスタフ一世の後を継いだ。 エリク14世の治世にはエストニアをめぐって、デンマーク、ポーランドとの間で戦争となり、北方七年戦争が行われた。この頃のフィンランドの人口は約25万人で、スウェーデンの約25%に相当したが、フィンランドの徴兵負担は他の地域より高かった。富裕農民は、軍隊のために騎士を用意することで徴兵を回避できたため、その他の農民に負荷が集まった。 税と徴兵の負担により、フィンランドの農民はと呼ばれる内乱を起こしたが、鎮圧された。30年戦争、北方戦争で、スウェーデンの勢力は拡大し、1658年には、ロスキレ条約により、最大半島となる領を獲得した。フィンランド人の兵士は、30年戦争で、勇猛さを発揮し、ポーランド軍には、タタール人、コサックがいるように、スウェーデン軍には、 フィン人がいると言われ、恐れられたという。17世紀後半に商標書きが訪れ、フィンランドでは、飢饉が発生した。1695年から1697年に、かけて10万人以上が、飢饉により死亡したと推定されている。スウェーデンは1700年に始まった、大北方戦争に敗れ、1713年に、フィンランドはロシアによって制圧された。 1721年のニスタット条約により、フィンランドはスウェーデンに返還されたが、バルト海沿岸の多くのスウェーデン領が失われた。フィンランドでは、この戦争の間に、約5万人が病気などによって死亡した。1741年から1743年にかけて、スウェーデンがロシアとハット島戦争を行うと、フィンランドは再び、ロシアに占領された。 1743年のによってフィンランドはスウェーデンへ戻されたが国境は変更されてロシアが西へ拡大した。1788年にスウェーデンがロシアと第一次ロシアスウェーデン戦争を開始するとスウェーデンの貴族将校たちが国王に反してエカチェリーナ2世へ和平とロシアの協力の下でフィンランドの毒を求めるアニアーラ事件が起きた。計画は失敗し スウェーデンとロシアの間の戦いは国境を変更せずに終わった。しかしこれはフィンランド人のナショナリズムの現れの一端ではあった。フィンランド人はその歴史上地理的に干渉地帯としての役割を宿命づけられてきた。中世の初頭から冷戦終結後までフィンランド人はスウェーデン人、西方教会、パンゲルマン主義、資本主義とロシア、西教会、 ハンスラブ主義、共産主義との間の干渉国であり、東西交流の窓口であった。1807年、ロシア皇帝アレクサンドル一世は、ディルジット条約において、ナポレオンの大英大陸封鎖、大陸封鎖令に参加する見返りとして、フィンランド領の獲得を承認させた。このため、1808年ロシア帝国は、スウェーデン政府に宣戦線布告、フィンランド戦争、すでに、 フィンランド人にはスウェーデン人に対する不満が渦巻いていたが、フィンランド軍は古軍奮闘した。しかし、スウェーデン軍はロシア軍に大敗すると産を乱して逃亡し、翌年の1809年春にロシア軍はフィンランドの全域を制圧したフレデリクスハムンの和訳、ハミナの和平。アレクサンドル一世はフィンランド大公となり、フィンランドを立憲君主制の大公国とした。 フィンランド対抗国の成立。内政はフィンランド人が担当し、公用語はスウェーデンを、後に待望のフィンランド語が追加された。解明的な啓蒙君主であったロシア皇帝、アレクサンドル2世のもと、自由の時代を謳歌し、フィンランド人の民族的基礎が着々と築かれていった。今でもフィンランド人はアレクサンドル2世を敬愛しており、 その銅像とちなんで名付けられたアレクサンドルドーリトが有名である。しかし文化も宗教も異質なロシア人に支配されることによって初めて自らのアイデンティティの問題に直面したのである。そして民族としての独立した精神は名実ともに確立し、フィンランド文化も頂点に達するのである。民族女子しカレワラが出版されたのは1835年のことであった。我々は スウェーデン人には戻れない。しかし、ロシア人にもなれない。そうだ、フィンランド人で行こう、ルーツアレッシアエンメイナオーレ、ベナレキシーエンメボイツーラ、メイダンタイティアラスオーマレッシア、と歌われたのはこの頃である。1848年のヨーロッパ革命、1848年革命の年、デンマークで絶対王政は崩壊し、民主主義が成立すると、 フィンランド人の間でも、学生を中心に民主化運動とナショナリズムは、高まりを見せ、学祭で、我らの血が歌い上げられる。民主主義が浸透しつつある西側、絶対王政を崩さない東側という対比のもと、フィンランド人の間に、北欧への復帰の世論が強まっていくことにもなった、反スカンディナビア主義。ロシアは、アレクサンドル二世が暗殺された後、 次第に反動的になっていった。特に1871年に成立したドイツ帝国に動揺したロシアは中央集権化を進めるために帝国内の各民族への統制を強めていくことになる。1894年の露ツ同盟により、土ク関係の亀裂は決定的となり、ロシアは来たるべき対独戦争の準備のため強権化をエスカレートさせていった。 そうしたものの一つとして1899年にニコライ二世が署名した2月証書にはロシア化政策が含まれておりフィンランド人の自治は剥奪されフィンランド語も禁止され公用語としてロシア語が強要された20世紀に入るとロシア帝国内で各民族の民族意識が高まり強権化により帰って帝国内は混乱を極めていった フィンランド人も民族意識に目覚め、ロシアへの反発を強めていく。そして、日露戦争の最中の1904年6月17日、フィンランド民族主義者が、フィンランド総督、ニコライ・ボブリコフを暗殺するという事態に至る。日露戦争終了後、第一次ロシア革命が起こり、ロシア皇帝ニコライ・二世は、フィンランドの自治権廃止宣言を撤回した。 フィンランドは独立こそ果たせなかったが、民主的な憲法を制定し、普通選挙法、女性参政権などが実現、総選挙により議員内閣制に基づく政府が発足する。選挙権拡大により、社民党が躍進した。しかし、世界は第一次世界大戦に至る緊迫感に包まれ、ロシアは再びフィンランドを弾圧し、政府は解散され、憲法は停止される。 実地と独立を望むフィンランド人は息の根を止められたかに見えた。この時代、フィンランドとロシアの政治的緊張は目に見えて高まったが、経済的にはロシア帝国を輸出先としてフィンランド経済成長を遂げた。特に西側の最新技術をもとに工業化を推進し、ロシア帝国に輸出する東西貿易の窓口として国力を充実させたのである。 こうした発展は、後の独立のための基盤になった。ロシアの支配からの独立運動は日本が1904年日露戦争で、ロシアを破ったことなどから高まりを見せ、第一次世界大戦では、フィンランドは、ロシア軍の前哨基地となったが、職業軍人を除いて参戦する義務を負わず、国力を温存させた。1917年に、ロシア革命により、ロシア帝政が倒されると、 社民党は政権を奪取し、憲法を復活させた。ケレンスキーとの暗闘の後、社民党はゲアし、有産階級の諸政党の連立政権が引き継いだ。ボリシェビキとの交渉が成立し、フィンランド人は独立を宣言した。しかし、労働社会級は、ソビエト連邦への参加を求めて放棄し、内戦に突入する。両陣営の勢力は互角であり、労働社会級は、 都市部特にヘルシンキに集中していた。1918年、赤軍がヘルシンキなど南部地域を掌握、フィンランド社会主義労働者共和国したため、白軍はバーサへ逃れたが、ここで政府はマンネルヘームを指揮官に任命し、ドイツ人、スウェーデン人も義勇軍を送った。白守軍は勢力を取り戻し、タンペルの決戦で白軍が勝利した。 余生を買って白軍は、彼ワら発祥地、カレリアに出兵。この是非をめぐり連立政権は、王党派と共和派に分裂した。王党派、保守党、スウェーデン人民党は、ドイツ帝国に接近して、王国の樹立を格索。ビルヘルム二世の議定ヘッセンカッセル砲白フリドリヒ、カールを国王に選出し、フィンランド王国を成立させた。 しかしドイツは第一次世界大戦に敗れ、ドイツ革命によって帝政が崩壊。総選挙で共和派、農民党、自由党と社民党が対象すると、フィンランドは共和国としてパリ講和会議で認知されたヨーロッパにおける民族自決。1921年にスウェーデン人が多数を占めるオーランド諸島が、 スウェーデン王国との領有権問題に発生すると、両国の交渉により、国際連盟に裁定が委ねられた。この結果、オーランド諸島は、フィンランドに属する自治領となった。オーランド諸島は、現代においても、スウェーデンとの重要な魔独自の一つである。第二次世界大戦では、ソビエト連邦と二度にわたって戦い、 その結果カレリア地球やペッツアモを失い、多額の賠償金を負った、ソカオール戦争。第一次は冬戦争、第二次は継続戦争と呼ばれる。この時フィンランドは、スウェーデンに努力を求めたが、中立主義を取られ、やむなくナチスドイツに接近した。第二次世界大戦でのドイツの敗北と同じくして、フィンランドも敗戦国となり、ソ連から戦争犯罪に問われることになった。 ソ連からの圧力に屈し、マーシャルプランを拒絶せざるを得なかったが、戦後のフィンランド人は独自の努力と、中立国スウェーデン人からの援助によって、復興へ邁進することとなった。1952年、ヘルシンキオリンピックを開催した。同年に、大素賠償を完済し、財政的な負荷がなくなったため、急速に、福祉国家建設へ邁進することとなる。外交面においては、 冷戦時代は北大西洋条約機構にもワルシャワ条約機構にも加盟せず中立を貫きノルディックバランスを構成する。しかし共産主義勢力のクーデター騒ぎやロシア人の度重なる内政干渉に動揺し国内正常に不安定な要素を提供することになった。そのため長いマタイソ批判はタブー化された。 政府もロシア人の干渉を未然に防ぐために、真相とも言えるような言動を繰り返し、各してフィンランド化という言葉まで生まれた。しかしそれは、フィンランド人自身の独立維持への凄まじいまでの努力の結果であった。賠償金の支払いに工業製品の白物弁済を求められたフィンランドであったが、このことはフィンランド製品がソ連など東側諸国への進出をもたらし、 フィンランドを先進国へと脱皮させるきっかけにもなった。また、その賠償のための搬送ルートを東側への核販ルートとして流用し、東西貿易の窓口として莫大な利益を上げることとなる。福祉国家戦略の優越性と相まって人口一人当たり GDP は他の北欧諸国と共に世界一になった。その後冷戦の終わりと共に、 囚われの鎖から解き放たれたが、すでに、ロシア人は、最大の貿易相手国であり、経済的なパートナーとしてなくてはならない、存在であった。それゆえ、ソビエト連邦崩壊後、政治的な自由とは裏腹に経済的な苦境に、見舞われた。GDP は、約4割も減少し、財政赤字を増大させたのである。そのため、 経済的な便益を求めて1995年にスウェーデンと共に欧州連合に加盟した。欧州連合に加盟したことで欧州連合諸国や北欧諸国との政治、経済は密接となった。情報通信産業に活路を見いだしたフィンランドは国家を挙げて IT 革命に邁進し、21世紀初頭の現在、北欧諸国と共に世界トップグループの一員となった。 世界経済フォーラム調査。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。